皆さんおはようございます。昨日の夜、雨と風すごい強くてあんまり寝られなかったっすよね。今外雨止んで気持ちよさそうなんで外出てみますか。まあちょっと曇ってますが、気持ちのいい朝ですね。このように、民宿の屋上にね、テントを張ってる感じです。で、今日はこの石垣島のね、北を観光したいなというふうに思います。昼から行こうかな。なんで午前中はゆっくりする感じですね。じゃあ今から観光に出発。でもその前にお腹減ったんで何か飯食います。この辺にレストランがあるみたいです。お腹減った。朝ごはん食べてないです。ここですね。じゃあ今からね、バスで北の方に向かいたいと思います。でもこのバスね、1日に2便ぐらいしかないのかな。なんでこれを逃すともう実質今日不可能っていう、かなり偏僻なところですね。だいたい60分ぐらいらしいですね。さあ今来ましたね。じゃあこのバスに乗ります。こっち今からね、灯台に行こうとしてるんですけども、時間ないんだよね。40分か45分ぐらいに今のバスが折り返すんで、そのバスに乗らないと、帰れないっていう。なんで急いでね、観光します。今日天気がいいからね、このように海が綺麗です。石垣島も海綺麗だからね。素晴らしい島。なんと素晴らしい。これだけ青く広がった海は見たことがありません。綺麗。石垣島最北端に来ました。いやー、すっかりもう最南端だが最北端ばかり来てますが、やはりこういうところに来るとなんか達成感があるね。登ってみよう。おっと、この風景は素晴らしい。石垣島にまだこんな風景が残っていたとは、正直離島にはかなわないと思っていましたが、そんなことはありません。この絶景、いやー大変素晴らしいですが、ちょっと時間ないな。やばいぞ、走ろう。このバス見逃したらもう帰れないから。ちょげー、かなりギリギリだぞ。あまりにも綺麗だからね、ちょっと時間を使いすぎたな。帰ってきましたね。で、ちょっと腹減ったんで飯食いに行きますか。着きましたね。あ、やってる。じゃあここでご飯食べよう。疲れ様です。いやすごいすげえボリュームだったな。いやでもね、美味しくいただきました。安いよね、あのボリュームで900円だから。いやー大満足です。かなり暗くなってきたんでライトつけましょう。いやー、ついに明日ここ石垣島を離れます。いやー、明日で終わるか。今回の旅もね、なかなか濃い旅でしたな。あとね、島の人もね優しい。やっぱりここをねリピートしたくなる気持ちが分かりますよ。これはね帰ってきちゃう。なんで、自分に何か足りないと思っている方、癒しを求めている方、ぜひここ八重山諸島へ。よし、じゃあ明日もね帰るんで今日はもう寝ます。それではおやすみなさい。ついにこの日が来ちゃいましたと思わせる八重山諸島、ここ石垣島よりおはようございます。いやー、とりあえずね今日帰んなきゃいけないんで、まずはここ片付けましょうか。結構ね僕散らかしちゃうんですよね。見ての通りでございます。まずは片付け。まあ、なんとなく片付いたんで、近くに朝ごはん食べれるとこあるんで食いに行きますか。いや今日もいい天気だ。もうすぐ近くにありますね。ここです。すごいです。びっくりしましたね、こんなに予想以上に青くてびっくりしました。れればなって言ったら、もうみんなちょっと時間なんで、はい、すみません、ごちそうさまです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。いやー、朝ごはんも美味しかったな。じゃあ宿戻ってね、出発しましょう。ちょっと時間ないな。よし。じゃあ行くか。じゃあ私そろそろ行きますんで。あ、はい。いろいろありがとうございます。気をつけてください。あ、ありがとうございます。じゃあ失礼します。ただいまー、帰ってきたー。疲れたー。お疲れ様ね。今回すごかった。すごい旅行だった。嬉しいね、しーちゃん。楽しかった。じゃあ次一緒に行こうか。そう、そこに行きたいね。いいよ。石垣島。ホテルちゃんとするから。そうね。